福島恵美は日本のフリーアナウンサー。2021年までは熊本放送アナウンサーだった。熊本県熊本市出身。なお、RKK の紹介ページでは長らく静岡県三島市出身とされていた。福岡県立小倉高等学校を経て、熊本県立熊本高等学校、熊本大学教育学部卒業。 1983年 RKK に入社。1997年4月から2005年3月までは、報道部に所属。2017年4月から2018年3月まで、報道制作局アナウンス部長を務め、2018年4月からは、ラジオ局専門部長となり、アナウンサーと兼任2021年3月31日をもって、 アナウンサー及びラジオ局専門部長を最後に、熊本放送を退職。退職後はフリーとして活動している。学生時代は、テレビドラマの熱血先生に憧れ、小学校の教師を志していた。RKK 入社前の1981年に、大学の部活の賞金稼ぎに応募した日の、国祭りミス、熊本選出大会で、 81年のミス熊本に選ばれたことがある。そのミス熊本としてテレビ、ラジオに出演した時にプロの話し手の話し振りに惹かれるような形でアナウンサーを目指すようになった。大学時代、モダンジャズ研究会に所属しフルバンドでピアノ担当。その後も熊本のビッグバンドカウント4でジャズピアノを担当していた。ザウの名は心に余裕を。 2021年7月現在レギュラーはない。ありがとうございます。